球史上最速優勝おめでとうございました。ありがとうございます。今の話は、まあ、その最速優勝っていうのは正直その全然気にしてなかったというか知らなかったので、まあ、その最速優勝っていうのがまあ叶って、まあ、素直に嬉しいです。ちょっと連勝記録は途絶えてしまいましたけど、はい、普通優勝、はい、今後の目標はないですか。そうですね、まあ、直近の目標としてはやっぱ7月の地元記念があるので、まあ、そこに出場して、まあ、いい結果を残せたらいいなと思ってます。どうですか活躍は、S 級での活躍っていうのはどういうふうに考えてますか。そうですね、自分のトップスピードっていうのはやっぱり S 級の舞台でも、まあ、通用するっていうことが、まあ、大体分かったので、まあ、次はもっとそのまくりだけじゃなくて、まあ、先行だったりっていうその先方の幅も、まあ、今後は広げていきたいです。ちなみに、まあ、今回は村上さんと一緒でしたけど、はい、いろいろ話されました。そうですね、まあ、アドバイスいただいたり、まあ、そのすごいためになる開催だったと思います。どんなアドバイスをいただきました。やっぱりそのトップスピードのはその、まあ、一級品だっていうお墨付きいただいたので、まあ、次はもう自信持ってその行きたいです。ありました、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、本当に、話題に上る通りもう準決勝 の, その踏み出しからトップスピードまでもう超一流のそれでした。まあ決勝はちょっと、まあ、展開的な感じだったんですけど、その辺はどうですか。そうですね、まあ、まだねそれこそ、まあ、競輪を走ってまだ21戦目ですが、うん、まあ、本当にこれから経験を積んで、才能を、はい、生かしてほしいなと思います。ちなみにこう村上さんからアドバイスはありまし しました。いや、もう特に、まあ、やっぱり決勝戦 の, そのレースに関してはやっぱりそれぞれその寺崎ぐらい の, ねその才能に対して期待するものがあるでしょうし、まあやっぱりプロである以上そういう出し方とかね、そういう部分も大切に頑張ってほしいなと思います。ありがとうございます。